はい、皆さんこんにちは。今日は、朝4時に起きて桶川スポーツランドに走りに行ったんですが、走行5分前ぐらいに雨が降り出して、完全フルウェットになったので全く走らずに帰ってきました。ということでね、今日は取れ高ゼロなので、そういえばね890デューカールちゃんと紹介してなかったなということで、まあ、自分の890デューカールの紹介をしようかなと思います。はい、自分の890デューカールは2020年の、6月だか7月頃に納車されて、まあ、ちょっととある事情でね、日本で一番最初に納車された890デューカールということになってますけども、それから約2年経ちましていろいろカスタムしたのでね、890デューカールのレビューというよりは僕の車両のねカスタム紹介をしていきたいと思います。はい、それではフロント周りからね、ざーっと紹介してから後で補足してみたいと思います。まず一番飛び出ている先頭から、タイヤですね。これも一応、交換ということでピレリのディアブロスーパーコルサー V3SC1 と2に交換しています。で、続きましてホイールですね。これ前後ビトアル&Dさんのマグネシウム単造ホイール JB4 というモデルにカスタムコンバートしています。続きまして、ブレーキローターがサンスターワークスエキスパンドのフルフローティング 5.5 ミリを採用しています。でですね、次はこの ABS ローター、一見ノーマルに見えるかもしれないんですが、これね、ホイールをカスタムしたことによって、取り付けピッチが変わってしまったのでノーマルの ABS ローターが使えなくなってしまったということで、レーザーカットでね、切り出していただいて、低温窒化焼き入れという表面硬度を上げる焼き入れ加工をしていただいたものに交換しています。まあ、ここ強度がいるものじゃないんですが、作っていただいた方がこだわりでねやってくださいました。ということでこれはね黒い塗装じゃなくて焼き入れの色だそうです。はい、続きましてフロントのアクセルスライダーですね。でこれは KTM のパワーパーツのものなんですが890デュークR用ではないです。はい、で次はねちょこっとしか見えてないんですがアクセルシャフト、これがですね、前後車外の、イエガーラフト KMT 製のね超高中空黒森アクセルシャフトに変わっています。次はですね、ブレーキのキャリパーボルトがまあチタンにね交換しています。次はこれですね、トリプルツリー三つ股とも言いますけども、ここね削り出しのアルミ削り出しオレンジアルマイトのパワーパーツのねタイプのものを使っています。次はレバーガード、これは大阪にあるアウテックスという会社のレバーガード削り出しだったかなを使っています。まあ、それに伴ってねこれとセットなんで、バーエンドガジラコンのスライダーに変わっています。続きましてミラー、これは汎用の1500円ぐらいの、バーエンドミラーをちょっとね加工して、レバーガードの取り付けの穴を利用して、つけています。続きましてこちらですね、フロントブレーキのマスターがブレンボの、RCS17 ですね、コルサコルタを採用しています。続きましてこちら ETC ね、ここにセンサーをつけていて本体はねシートの下にしまっています。続きまして、タンクキャップ、パワーパーツのねものに交換しています。あとはですね、そうですね、前からいくと次はブレーキマフラーですね。これもパワーパーツの、
エボリューションラインというねもので、このフレーキはエンジンマップ、レース用のマップの書き換えと一緒にセットになっているものです。続きまして、バックステップですね。これもパワーパーツのバックステップで、普通はねこれ注文するとシルバーのものが来るんですけども、さらにそれをカスタムして貢献アルマイトさんでブラックハードアルマイトで黒くしてもらっています。続きまして、リアの今使ってますけどこのスタンド用のメンテナンススタンド用フック、これがですねスライダーと兼用になったもの、アウテックス製のものを使っています。続きましてリアのフェンダーレス、これはね自作で数千円で作ったもので、まあ、ステンレスの板を切り出しただけのものですね。続きまして、リアの、ウィンカー兼、テールランプですね、これはハイサイダーというメーカーのもので、こんなちっちゃいんですけども光量がすごくてですね、あの車検対応のものになっています。続きましてリアの、ね、タンデムグリップ外し、カスタムじゃないと思われそうなんですが、意外とねこれ外しただけだとボルト元に戻してもボルトが飛び出しちゃうんですよね。で自分はせっかくなのでこれ4本向こうとこっちと2本ずつで4本、チタンのボルトで軽量化しています。続きまして、よいしょ。はい、こちらリチウムバッテリーを採用して軽量化しています。あとですね、ここね太めのボルト左右2本。チタンボルトに交換しています。まあざっとですけどカスタム箇所は以上かな、そんな感じの車両になってます。はい、カスタムパーツのね説明を補足で最後にしていこうかなと思ったんですけどもね、思いのほか時間がかかってしまったので、今日はこんなところにしたいと思います。また別の機会にね、それぞれのカスタムパーツのレビューとか説明をねする機会を作ってみたいと思います。今日はこんなところです。